父だ。何？父は？わかりません。ラスボスに。ナブディスが落ちたとなると、アルケイリア軍のダルマスカ信仰様だけのことは終わりません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。ではナルビナには私が行こう。ご一緒させてください。Thank you.
マスカ王国を見舞った奇跡の一つに過ぎなかった。王女アーシェ殿下の結婚がもたらした希望は失われ、ダルマスカは時代の荒波に飲まれようとしていた。東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、ついで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北でダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラニナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王都ラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。